いや金越してる人は、じゃあ、今日また意思交換して解いてみましょう。じゃあ、これね。 112A の17番、62歳の男性、胸部食道外の術後に進行鼓リか離ー的に安否性の問いを受けていた、えー。術後3日目のあたり、39.1%で核炭増加を見られ、胸部エクセル写真で右下ハイヤーに新たな診療を認めた。え際、ー、に比べ、格段培養を加え、高機が変更したら、術後4日目になって39度を超える熱が持続している。培養検査の結果はまだ判明してない。個人の,の対応として適切なのではなか。A、状態の30を許容する。これはいいでしょう。B、ドレン排気の正常確,、まあ、確認して しかもね、気管中部の核発を確認して、まあ、確かに核発を確認してどうなってるか見たい。で、抗菌薬を再度変更して、これはよくある後島戦って、五だね、抗菌薬を再度変更しても、あのだからあのい、意味ないというか、あのまあ、あのへ こういうときはあ、ま、だからすぐ変更するのは限らないんで。やっぱ D は、D はよくある五島選択肢。総部の図で確認する。まあ、それはやっていいね。D だね。D、D はよくある五島なんで。D。えー、よし、正解。え、80.5%正解。D はやっぱ推奨されませんね。これよくある五島なんですよ。あ、理屈クスがどうこうじゃなくて D、D はよくある五島です。まあ、そう考えましょう。えー、よし、正解したよし、さっき。D で正解です。さ80.5%の問題正解した。じゃあ、またね、バイバイ